またヤバそうなものが最初からあるな、ペル君。ヤバそうなアイテムではないですよ、主さん。ヤバいアイテムなんです。もうはっきり断言しちゃうんだね。さあ、今回のヤバいラッキーブロックシリーズはこちら。ラッキーブロックプログラムで遊んでいきましょう。見た目からしてもうヤバいやつだもんこれ。ということで今回はこちらのラッキーブロックから出てくるアイテムを使って、いろんなギミックに対応しながら、最後はボス戦に挑んでみましょう。今回も初登場のボスですよ、主さん。最近新ボス多いな。戦闘民族の血がうずいてきたぜ。突然気候派出して暴れないでくださいね。ではこの謎に包まれたラッキーブロックプログラム、早速破壊していきましょう、主さん。さあ今回は何が起きるんだろう。最初に出てくるギミックで、ラッキーブロックのヤバさって結構わかるよね。あーこれは今回ヤバいやつだわ。思いっきりたくさんのエンチャントが施されていますね。おし、とりあえず最初に贅沢エンチャントのレギンスをゲット。ということで今回も揚げパン7でお届けします。これ毎回恒例なんですか。しょうがないでしょ、最初に出てくるのが大体レギンスなんだもん。揚げパンをしろと言われてるようなもんだよこれは。すごく興味深いブロックが出てきました。このブロックを壊したら神の力が手に入るとかそんな感じですか。普通に壊れただけですね。土ブロック同然でした。お、なんかこれまた興味深いものが起きてたな。なんかよくわからないけど素材っぽくない？マテリアルと書いてあるので、これは何かを作るための素材でしょうね。レシピが確認できるモッドで調べてみたけど、結局何も作れませんでした。何にも作れないマテリアルってあるんだな。なんか凄そうな作業台拾ったぞ。レポートとか作れそうですけど、見た目が違うだけで、中身は普通の作業台ですね。なかなかお目にかかれない作業台ということなのでしょうか。おい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 、さっきまでめっちゃ平和にラッキーブロックで遊んでたのに、一気に正規末状態じゃねえか。ラストがうるさすぎる。どうやら全敵モブがとにかく召喚されたようですね。ウィザーも出てきていますよ、主さん。よかったですね。ウィザーを召喚する手間が省けました。いや出てくるタイミング早すぎるんだって。まだブッツら出てない状況でこれはやばいって。とりあえず敵モブは無視して、ラッキーブロック壊しましょう。ぶっ壊れ武器を引き当てて早いところ成敗したいんだけど、だからガスト騒ぎすぎなんだって。ガスト同士で大暴れしているようですね。さっきまで物静かだったのになんでこんな騒がしくなるんだ。お、なんか新しいの出てきたぞ。どうやらハンマーみたいだな。これは武器として使うことができるのか。ぶっ壊れ攻撃力ぶっきました。ていうか攻撃力 1922.43 って少数第2位まで書かれてる武器なんて初めて見たぞ。キオノンストレスで破壊できます。ハンマーで木を粉砕する新たな伐採スタイルですね。ていうかどんだけガスト湧いてんだよ。ネザーでもこんな数は湧かないぞ。ハンマーからロケットみたいなものは特に出てこなかったですね。ちょっと期待したんだけどな。近接攻撃はこれ最強だわ。敵モブ程度ならオーバーキルだな。防具も強力ですね。何度か攻撃食らってますけど、全然ダメージ入ってないです。防御ゲージはまだ満タンじゃないからダメージは入るかと思ったんだけどな。もうすでに最強クラスですわ。ガストを粉砕したいからなんか遠距離攻撃系の武器が欲しい。ロケットランチャーでもいいからなんか出てきてくれ。求めているもののハードルが高いです、主さん。また謎の素材手に入ったけど、多分何にも作れないでしょう。そしてまたヤバい防具来たな。主さんの防御体制はどんどん整えられていきます。お、なんか強そうなの手に入ったぞ。ガントレット武器ってことはパンチ系の武器か？どうやら右手に装着して使う武器みたいだ。グルメスパイザーやんけ。おっ、チャージ攻撃ができるみたいだ。グルメスパイザー強ぇー。いやもうこれ拳系の武器じゃなくて、普通にロケットランチャーじゃん。このガントレットを装着した状態で力を込めると、ロケットランチャーを放つことができる武器なんですね。どういう武器なんですか？私にもよくわからない。まあでも、このロケランも敵モブ程度ならワンパンできる威力だな。これでさっき召喚しまくってしまった敵モブを粉砕しまくれるな。あの辺にウィザーがいるんだけど、このグルメスパイザーロケランでどれぐらいのダメージが入るか。ギリギリ敵モブをワンパンできるぐらいの威力ですかね。もっとチャージして着実に命中させれば、さらにダメージは入りそうだけどね。でもこれを無限に打てるのはかなりいいんじゃないかな。まだラッキーブロックプログラム10個も壊さずにこれだもんな。逆に先が思いやられますねこれ。おし、ウィザー破壊完了。相変わらずチート性能の防具が出てくるんだよな。あれ、またハンマー出てきた？ハンマーにしてはやけに小さくないですか？でもそういうコンパクト系のハンマーなのかもしれないよ。で、食料かいこれ。お腹いっぱいです。どうやら今のはハンマーじゃなくてキノコだったようですね。ラッキーブロックからキノコって出てくるんだな。しかもチート性能のキノコですね。キノコを食べたおかげかスピードもかなり上がったな。また敵モブ召喚されたんだが、ちょっと待って、防具が剥がされてるぞ。いや防具ないとこの数相手は無理だって。なんですかあの人たち、すごく強い能力持ってるじゃないですか。ベースがウィザースケルトンで、防御を剥がすことができ、さらに攻撃力もとんでもなく高いみたいですね。ウィザースケルトン魔改造されてるじゃん。今回のこのラッキーブロック、最強武器とか防具が結構出てくるのはいいんだけど、その分出てくる敵の規模とか強さが尋常じゃないなこれ。
エッセン全倒せないじゃん。ウィザースケルトンと HP が同じなら、このグルメスパイダーロケランで普通にワンパンできるはずだけど。何発撃っても全然倒れないですね。耐久力も魔改造されてるのかよ。じゃあこの攻撃力 1922.34 のハンマーならどうだ。あなた結構ジャンプ力あるんですね。そこからいきなりの奇襲かよ。主さんまた防具が剥がされました。注意してください。ワンパンできないんですけど。こっちは攻撃力 1922.34 だぞ。どういうことだ。もう2000でいいですよ。そんでまた防具剥がされたから防具集め直しだし、これボス専用の防具残らなくない。私のライフも残りません。これスカイブロックでやってたらヤバいことになってたな。スカイブロックでも挑んでほしい人は高評価お願いします。いやいやちょっと待ってくれって。そしてまた毒キノコ拾ったぞ。パワー。何このウィザースケルトン、まさか HP 無限とかないでしょうね。そしたら過去最強の敵モンスターになりますよ。この武器で攻撃してもワンパンできないんだぞ。だってだ、倒せた。この武器で4発で倒せたということは実質 HP 8000 あるってことですね。どんだけ魔改造されてんだよ。お、このウィザースケルトンが装着してる防具と武器、ドロップしてくれるのか。ちょっと待て、攻撃力1669って、どんだけ強い武器持ってんだよ。ウィザースケルトンが魔改造されたわけではなく、魔改造された装備をウィザースケルトンが着ていたんですね。誰にもらったんだ、あんな最強装備。しかもこの剣の見た目めっちゃいいじゃん。攻撃力も抜群だし。しかし防具がないですよ、主さん。正確にはウィザースケルトンに剥がされたのが正しいけどな。太陽のドラゴンの卵。この卵が一斉に全部孵化したらすごいことになりそうですね。エンドラのバーゲンセールになるんですね。わかります。このラッキーブロックは本当にいろんなギミックが出てくるな。1スタック分じゃ全部見せれそうにないですね、これ。第2弾はスカイブロックでということで。めっちゃスカイブロックでやらせたがるじゃん。おし、防具もいい感じに出てきたぞ。ここで出てくるのがポーション。緊急時に使ってくれという説明がありますね。絶賛今が緊急事態ですね。いや何も緊急なことなくないですか。特に何も起きないんかい。お。防具着ててよかった。ほわー、たまにドッキリを差し込んでくるんだよな。何かと外れが出ることもありますね、このラッキーブロック。動画的にはかなりいい感じだけどね。思いっきりめたいこと言うじゃないですか。おっ、ここに来てようやく普通のダイヤツール来たな。全然普通じゃなかったわ。聖地ガチ勢にはありがたいですね。っていうかこういうダイヤツールさ、ペル君が企画の始まりとか途中にちょくちょくくれるよね。逆にこれはいつも通りの喋るということですね。これがいつも通りって相当ヤバいこと言ってるけどな。いや普通のことか、これぐらいの性能。あれ普通だよねペル君。普通だと思いますよ主さん。やっぱり普通だよねペル君。お、防具一式が出てくるのは珍しいな。これまた初見のデザインの防具ですね。どう？結構オシャレな防具じゃない？ファッション性は高めですね。では性能の方はどうなのでしょうか。これポーションとか特に飲んでなくてこの HP だからな。どうやらチート性能だったみたいです。お、なんかメッセージが出てきた。主さんの運気が上がったのでみんなにも幸運が訪れます。めっちゃいいじゃんこのラッキーブロック。ということでこの動画を見てくれた人たちは幸運になりました。素晴らしいラッキーブロックですね。こういう要素があるラッキーブロックは今までなかったからいいな。また私とみんなの運気が上がったみたい。これで今年初めどんな運勢であったとしても、今日から今年は大吉ですよ皆さん。あ、今ので64個全部壊し終わったわ。では主さん、この装備でボス戦に挑みましょうか。負ける気がしないけどね。さあ主さん、今回の新ボスを召喚しましょう。今回のボスの名前は猫井戸教授です。猫井戸教授。ということはなんだ今回の相手は人間か。なんか喋ってるんですけど。うおっほーい。猫井戸教授は、強力なロボットを操って攻撃してきます。マイクラ版ガンダムみたいな感じです。あと言い忘れてたんだけど、ファッション性のあるこの防具、実はダッシュするとクロームブロックが自動で作られるんですね。だから実質空中移動なんかもできちゃうわけ。うまく戦いにも活用できそうですね。さっきの魔改造ウィザスケが持ってた剣で攻撃してみるか。破壊完了。あとは本体を倒すだけか。この教授自身も攻撃手段を持っているようです。周囲に味方モンスターを呼び出す能力があるようですよ。だけどその味方は大した強さじゃないな。そんでこの教授の耐久力ヤバすぎないか。ロボットをワンパンで破壊できる剣ですらこのダメージ。普通教授とロボットの耐久力楽でしょ。そんで今教授すんごいの持ってなかった？多分あれロケットランチャーですね。もはや教授じゃねえだろ。
こっちも対抗してグルメスパイザーロケランで立ち打ちしてるけど、やっぱり全然ダメージ入らないな。魔改造イザスケの剣で攻撃した方が良さそうですね。なんかガイアから登場してきてない？ウィザーがログインしました。なんでこのタイミングで襲撃してくるんだよ。いやでも主さん見てください、ウィザーがネコイド教授を攻撃していますよ。え、何このいきなり救世主登場的な展開。ネコイド教授の圧倒的力に大ピンチだった主さん、そこに現れた最強助っ人のウィザー。いや別にピンチではなかったけどな。でもすごいぞ、ネコイド教授と張り合ってるぞイザー。あーでもすごい爆撃食らっちまった。いやでもイザーの HP はまだまだ全然残っています。いやいや、今回のラッキーブロックで序盤に召喚された大量の敵モブ、その生き残りが助けに来る展開って映画でもなかなかなくない？そもそもなんでウィザーが主さんを助けたのかわからないですけどね。確かにそれは言えてる。でもすごいぞウィザー、あのネコイド教授の HP を削ってるぞ。ネコイド教授の残り HP4 分の1じゃないですか。急にぶっ飛ばされるかと思ったらめっちゃいい戦いしてるじゃん。すごいですウィザーが怒涛の攻撃を仕掛けています。これもしかすると本当に勝てるかもしれない。うおー、今ロボットを操作している本体が倒れましたよ。あの化け物耐久のネコイド教授を倒しおった。よっしゃウィザーとは任せとけ。いいとこ取りをする主さん。ウィザーってもしやめっちゃ強い？ということで今回はウィザーのおかげでボスを倒せました。調べてみると他にもたくさんラッキーブロックがあるので、もし面白いラッキーブロックを知っている方いたらコメント欄でぜひ教えてくださいね。っていうかこの防具ネタかと思ってたけど普通にチートじゃん。ドアップセブンでございます。